ゆうです。面白くやドラインボー劇実況プレイやっていきたいと思います。前回ドラム王国を出て、アラバシタに向かおうっていうところですね。そうですね。前回、冬島、雪が降り積もる島で、桜が咲いたということで。確かにな。ああ、そう。かわいそう。乾杯だ。イエイ。いや、でも、仲間が増えるっていうのはいいですね。ここも原作準拠ですね。なんだ？あー、まあ、でしょうね。はい。いい匂い。なんだろう。何？誰や？本当に誰だ？これプレイヤーの、セリフでもあるんですけど、ミラージュ。まあ、正直もんですからね。なんでよ。なんで渡しちゃうんだよ。あ、なるほど、催眠系か。ルフィは催眠系の攻撃弱いですからね。単純なんで。なんか、結構なんか、初期の頃って、なんかこういうアンチ系の攻撃多いよな、ゴールデンウィークといい。グランドライン冒険的変やんけ。やめろよ。てか、それだ、最初から、6ポーズとエターナルポーズくれって言うたらよかったんちゃうんかい。待て。翌朝。一日中暴れたのか。まあ、そら、まあ、この視点では、3000万。現在15億のルフィやからな。まあ残りのメンツじゃ止めないか。まあゾロくらいが止めれるとしたら。まあ至極もっともなツッコミでしたね。そうなんですよね。まあお察しだと思うんですけど、一応こっからは結構このゲームオリジナルのストーリー展開になってきます。なんだ、確かに変だ。形わからんけど、なんか色合いとかだけでなんか変っていうのもわかる。また船付けされた。船付けじゃない、横付けや。確かにボロボロだ。誰だ。なんか変な、なんかクレーンみたいなのついてる。なんや。いや、見たらわかるよ。めっちゃおるやん。あ、お願いしまーす。ポリさん。あ、ぜひ、お願いしまーす。あれ？なんか黄金の島でもらわなかったっけ？まあ、ただほど安いもんはないですかね。確かにな。なんかすっかり元気になったな。ありがとうございます。はい、ということで、ここはこのゲームオリジナルの島の、クロワッサン島ですね。エターナルコース。
ケモン、なんかプレセリアが出てきそう。へぇ。で、仲間選びですね。どうしようかなぁ。まぁ、チョッパーは入れ、まぁ、今回かな入れて、ナミは前回入れ、お休みだったんで入れて、これでいいでしょう。なんか仲間選びがきつくなってきましたね。なんか幅が広くなったんで、クロワッサンと、なんで一人で住んでんだろう。あー、ちょっと仲間になってほしいですね、あの、フランキーの代わりに。あ、一応自覚はあるんですね。はい。まあ、さすがに船の中にアイテムはないか。よいしょ。おぉ。すげえね、あの、語彙力が。なるほど。アイテムあるかな？で、これで一応いけるんですけど、ちょっとこっちも行ってみましょう。獣のキャラクターが使える技、あ、使える技ってか装備できるアイテム。スケート靴どうやって履くんだろう。ツッコミはさておき、お守りをちょっと、乗らせんとで取られてしまったんですけど、まあ、それはいいか。で、これでいいはず。
なんかすいません、うちのルフィがブランコ、あーなるほど、ただなんでだよ、もう信用されてねえ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは。